消滅集落とは、かつて住民が存在していたが、住民の転居や死亡などで、住民の人口が零人になった集落である。無住集落、無居住集落等の表現を用いられる。消滅集落は特に、北陸地方、四国地方に多い。農林水産研究情報総合センターのアンケートによると、回答した1243市町村の2割以上に、 当たる289市町村に消滅集落があった。2015年以後、10年以内に消滅する可能性のある集落は570あり、最も消滅する可能性のある集落が多い地域は四国であった。前回、2011年の調査で10年以内に消滅するとされた452集落のうち、実際に消滅した集落は41集落、16集落は 他の集落に編入、合併など単独維持ではなくなった。消滅せざるを得ない集落の個数は4個10人、1家族2人程度が限界の北陸、四国は限界水準が低く、6個18人、1家族3人程度が限界の東海、近畿は限界水準が高い。集落の限界水準は地域にもよるが5個前後で10人から15人と考えられる。 消滅理由は地域差があり、北海道地方では基幹作物の収益性の低下、工作環境の悪化が多く、沖縄地方では基幹作物の収益性の低下、教育上の不安が多い。また、ダム建設や自然災害などでも消滅することがある。対策として、集落移転、自治会の統合、集落排水などの生活基盤設備などが挙げられる。 かつて北海道にはアイヌ民族のコタンが南部を中心に点々と存在し、コタン間の緩やかなネットワークによる文化、生活、公益共同体を形成していたが、江戸時代後期から明治時代にかけて日米王の文化が流入し、規模の大きい他のコタンや北海道外への移住などの背景や事情からアイヌコタンの消滅が進んだ。1920年代には、 アイヌ出身の研究者によって、当時最新の科学技術を利用するなど利便化がコタンにも流入して、英語を学んで話せるアイヌのおばあさんがいたり、コタン外の都市部へ行った仲間から得た情報によって、同系からコタン外への移住が進んで過疎化が進んでいることが確認されている。北海道が2013年に実施したアイヌ生活実態調査によれば、 北海道に住むアイヌ民族の人口は16,786人となっており、アイヌコタンが消滅した市町村、地域がある。消滅した地域アイヌ民族が100人未満となった地域。ありがとうございます。